山からクルミの実が流れてきて条件が揃ったところに止まって、最初の1年だけ芽が出ます。これまで見向きもされなかった、クルミの実ではなくて樹皮をこう生かすということで活性化を狙ったということであります。これはちょっと工夫しないとこっち側のせっかくの模様が隠れちゃうわけよ。だからまた考えましょう。これはそう考えましょう。内側じゃなくてね、考えましょう。この外側のだけを曲げて、そう中側のは考えるちょっと分かりました、ね、それだけ入れる、はい、まだまだ半人前なので本当に教えながらまた復習したり予習したり、やっぱり教えるためには前もってまた前ちょっとメモしたこととか見返したりして、あと作品も作ってみたりして、今度はじゃあこれ教えるんだっていう時はちゃんと復習したりして、1年に伸びる量が短いものは、カゴの材料としてはあまりふさわしくない。いわゆる木の枝を一度伐採した後伸び出した、枝、ここにずっと上に肌のいい、材料があると思うんですけど、これがカゴバッグを作る時の、いい材料になります。これね。向こうので買うみたいな、酒屋グラスとか、あやさんが別のがいい、そうですね、もう限界っていうか今月半ばぐらいまでで限界ですね。6月いっぱい、はい、何月後か、4月末頃から、どういうこと、この葉が出てきて、これ水を吸い上げてこの皮がきれいにこう剥がれるっていうか、それ前だとこう水吸い上げてないから、この樹皮こう剥がすのに、ダメっていうか傷がついたりなんかして商品にならないんで。じゃあ太いのこっちに、触ってみて乾いた。だから5日じゃなくて今日から明日、明後日の午後あたりに片付けます。天気が良ければ、ちょっとゆっくりになってね、ここ、そんな感じ、ふわ。じゃあそれ預かってします、はい、
感動、希望、健康、交流、まあ、そんなことが、日々できる場作りを考えればられたらなということが私たちの願いであります。ねえ、いいな。はい、とても親切に丁寧に教えていただいて、思いがけずいいものができてしまいました。なんかハマってしまいました。これからも何か作りたいとは思いますので。